よろしいですか旦那様。お眠りになるのでしたらそろそろお着替えしませんと。寝巻きは何にいたしましょう。もちろん私が選んでも構いませんけれど、それとも何も着ないという選択肢もなくもないのではとか思ったり思ったり思わなか思ったり。みこ、本当に全裸でお布団にイン？なんてワイルドなんでしょう。池玉に野生味まで加わってしまったら、私この玉ももう我慢できるはずございません。それに私もなんだかちょっと熱くなってきたような。旦那様に合わせるのは妻の務め。もう駒使いなどいませんし、お城の掃除もベッドメイクもですから、今夜邪魔をしてくる者はおりません。ご主人様、いいえ旦那様、いただきます。ではなくてそのお願いいたします。まだかな。なんだ、本当に来たのかよ。お前ってどうしてそう律儀なんだ。1週間前だってそうだったし、昨日も今日も。私なんかと付き合ってたら不良になるって先生に言われただろ。なのに。その話は今はいいって。あれは私だって悪かったんだし。前見て歩いてなかったから、その胸とか触られたのだってお互い様みたいなとこあるだろ。じゃなくてそうじゃないんだよ。この学校にはもう慣れたのか。親切とかじゃねえし。で、勉強は大丈夫か。学食もう一人で行けるようになったか。別に心配とかじゃねえからな。ただああいう形で関わっちまったからにはさ、やっぱり。
だってさ、その私たちってあれじゃん、あんなことあったし、あんなんされたらもう結婚しかねえし、もう夫婦みたいなもんっていうか、夫婦になるのが決まってるみたいなもんだけど、はっきりさ、ちゃんと告白してなかったなって。我ながらナイスキャスティング、マンネリズムをブレイクする、それがタマモコーポレーションの仕事ぶりと、まあ以上のような心ときめくシチュエーションを考えてみたので、早速実践してみませんか、ご主人様。はい、神聖セラフから JK なる情報を見つけ出してきたのです。ニコッと典型が走りましたので、早速変化スキルで着飾ってみた次第です。どうよ、イケてるっしょ You。 ブレイ、そういうのもありですか、ボンテージ&縄縛りのコンセプトではもの。あー、でも言われてみると確かに、そんなちょっと背徳的&で、であればそのコンセプト的にはまさしくズバリということなのかもしれませんが、ともかくです、ご主人様。ただいまの意見を統合した結果、これはマイルームに吹いた新しい風、近代芸術タマモアートに相違なく、このイメージ的なプレイを積極的にかつ定期的に催していきたい所存、いわばクラブ活動です。つまりイメグ。目が冴えてしまって眠れません、ご主人様はいかがですか。まだあなたの瞳が私を見ているからには、まさか白昼夢を見ているわけでもないでしょうし、少しお話ししてもよろしいですか。ほんの少しで構いません。桜ですか。取り立ててそう特別な理由があるわけではないのです。この神聖セラフに建造した千年鏡、かつての京の都とも異なります。春に桜は咲いていましたが、ここまでには。でも何とはなしに気がついたらこうしてしまっていたのです。私の中で都の印象とはこういったものだったのかもしれないですね。そういう風に思ってくださるのですね。私には何ともお答え申し上げられません。あなた様の言葉が正しかったのならどれだけ良いか。でも実際はやっぱり私には断ずることはできません。哀れな化粧が、怪物が人の世を羨んでいるだけなのかも。優しいのですね、本当に。
嬉しさのあまり末膳いただきます。冗談ですよ。それで聞いてくださいまし、ライダーさんたらこう言うんですよ。自分には断言できませんが、おそらく月の聖杯戦争に関わった NPC たちではないだろうか。この都にそんな人がいるなら、いの一番にご主人様へご挨拶をするのが筋というもの。でもそうしないされてませんよね、ご主人。ご主人様が月の聖杯戦争の勝者で王権代行者であって、現在のセラフの王であるという事実が、これは由々しき事態です。ええ、とてもとってもスーパー由々しきです。ムーンセルを手にしたマスターにして、セラフと地上とを守りきった功労者、そしてこの千年教の主、誰あろうあなた。いけません。いけませんとも。本当なら地上に知れ渡っても良いくらいの大人物なのですから、せめてセラフでは相応の知名度。神聖セラフは日々拡大していると言います。実際見知らぬ領域があちこちに。このままですと、そういった領域にポコポコ出現するはぐれサーバントや NPC、 それと未確認ですが地上から来ているとかいう人々に軽んじられてしまうではないですか、私の旦那様が。はい、すごい、こんなにたぎった獣さながらの。どこまでも受け身な池玉かと思えば、そんなにワイルドな物言いもできるんですね、旦那様。もちろん、覚悟はできていますとも。こうして肌をさらしてお湯に浸かっている間、ずっとずっと覚悟完了しておりましたとも。ですからいつでもお好きになさってくださいましね。夕げの支度もあと少し、あとはご飯の炊き上がりを待つばかり。正確にはそのタイミングで煮物と汁物を温め直しますけれど、今日のメインはお刺身の盛り合わせ。焼き物などはございませんので、こうして時間までゆっくりと旦那様とイチャイチャできるという寸法です。今日は何をして時間を潰しましょうか。何者？優勢の危機はひとまず去ったとはいえ、念には念を入れて幾重もの結界を張ってある愛の巣に侵入者とな。どなたですか一体。セラフの神王たる旦那様の資質に、無礼にも程が。来たし。ええ、あの、やっぱり知ってるじゃんあんた。
んたもたまもって言うんだ。あなたはまさかたまもナインの一人？そんな嘘です。何故どうしてどのように？私もたまもなんだけど、こういう偶然って実際あるんだね。不思議だなって思うけど、なんだろう、嫌な感じはしないもんだな。よろしく、たまも。何、いい人っぽい雰囲気出してるんです。それにこっちの話全然聞いてないですね。違うし、職業っていうかやってることは歌で稼いでる。歌手っていうのは恥ずかしいな。アイドルって言われるのもまだ私には早すぎると思うんだけど、セラコンとかで連続1位取っちゃってみんなが喜んでくれるから、まあ続けるけど。しかも JK アイドルですか？まず間違いなくカリスマ JK アイドルの風格、今時のウケそうな要素で固めてきた。ピンチ、まさかの新妻玉もピンチ。いいえ、負けません。シンデレラのフォックスガールは一人で十分。新規参戦も期間限定もお断りったらお断りなんですから。でさ、あんたのことはなんて言えばいいのかな。まだこっち来たばっかでよくわかんなくて。へえ、いい名前じゃん。私あんたのことちょっとすごく花に失礼いたしました。もう邪魔はいたしません。今度こそ。